ママ、今日はもしかしてカップ麺？明星築地銀だこ監修たこ焼き味焼きそば、2024年9月16日新発売なのだ。あらすじ、主人公桜大地は普通の高校生で、アルバイト先の築地銀だこでたこ焼き職人として働いていた。大地は子供の頃から料理が好きで、特にたこ焼きを極めることに情熱を注いでいた。しかしある日、彼は仕事中に突如として異世界に召喚されてしまう。異世界では王国が魔王の脅威にさらされており、強力な勇者が必要とされていた。大地は異世界の勇者として選ばれたが、彼に与えられた力はまさかのたこ焼き作りのスキルだった。混乱する大地に異世界の神タコ神が現れ、この世界を救うためにはたこ焼きの究極の技を極めなければならないと告げられる。大地は持ち前のたこ焼き作りのスキルを駆使して、仲間たちと共に魔王を倒す冒険に出ることを決意する。旅の途中、大地は異世界の各地でたこ焼きの秘伝を学びながら成長していく。また彼の作るたこ焼きには不思議な魔力が宿っており、その味を味わった者は力を得たり、奇跡を体験することができる。実食。これまずソースの香りが結構強くて、たこ焼きっぽさはありますよね。でもあのたこ焼きのカリカリ感とかふわとろ感ってやっぱり再現できてないんですよ。焼きそばなんで、まあそこはしょうがないですけど、味自体は悪くないんですけど、これでたこ焼きだって期待しすぎると少しがっかりするかもしれないですね。ふりかけに紅生姜とか青のりが入ってて、たこ焼き感は感じられるんですけど、正直、本物のたこ焼き買った方が良くないって思っちゃいます。話のネタにはなるし、一度は試してみてもいいかもですね。めっちゃ普通。ごちそうさま。you